私たちと同じ哺乳動物です。大きな尾びれを上下に動かし、時速 50km 以上のスピードで泳ぐこともできます。イルカはよく鳴くことでも知られており、大きく分けると2種類の音があります。物を探すときなどに用いるギギギというドアのきしむような音、イルカ同士のコミュニケーションに用いるピーピーという口笛のような音です。ここは鹿児島県奄美大島瀬戸内の波静かな入江の一部を再現しています。奄美大島瀬戸内は海岸線一帯に亜熱帯植物が生い茂る美しいサンゴの海です。無数のコーラルフィッシュが生活する海に、時折イルカの群れが近づいてくることもあります。イルカは魚に似た形をしていますが、私たちと同じ哺乳動物です。大きな尾びれを上下に動かし、時速 50km 以上のスピードで泳ぐこともできます。イルカはよく鳴くことでも知られており、大きく分けると2種類の音があります。物を探すときなどに用いるギギギというドアのきしむような音、イルカ同士のコミュニケーションにも